馬伝染性貧血とは、馬やロバなど、馬属に、特有の伝染病、伝貧とも言う。馬伝染性貧血ウイルス本疾病の原因となる、馬伝染性貧血ウイルスは、レトロウイルスか、レンチウイルス属に分類される RNA ウイルスで、エンベロープを保有する。ウイルスを含む血液が危ぶ、差しバえなどの吸血昆虫により伝播されることで、感染する。 その他の感染様式として、母子の胎盤感染、出生時の血液による感染、出生後の母乳による感染も成立する。過去に、競馬場や牧場などでしばしば見られた競争場の集団発生では、ウイルスに汚染された注射器を使用したことが原因とされるものもある。本疾病の臨床症状は、重度の貧血を伴う急激な発熱等により、 衰弱死亡する急性型、発熱を1回から数回繰り返した後衰弱し、死亡に至る、ア急性型、発熱を繰り返すもののやがて徐々に軽度となり、外見条件工場と見分けができなくなる慢性型に、大別される。慢性型の馬も、使用の継続により、新たな感染源となる。かつては、血中の単鉄細胞の観察による、 臨床血液学的診断が行われていたが、診断法としては不確実であるため用いられなくなった。生まれ以外には感染しない病気であるため、獣医学術的な検知からの研究は父として進まなかったが、1965年に東京競馬場で本疾病の集団感染騒動が発生したのを契機として、 日本中央系和解などを中心に1960年代後半に大規模な研究が進められ、これによって確定診断法として血清診断法、カンテンゲル内人工試験という技術が確立された。馬伝染性貧血に対する治療法は確立されていない。また、馬伝染性貧血に対するワクチンも開発されていない。馬伝染性貧血ウイルスは 抗原変異を容易に起こす性質を持つため、ワクチンの開発は現実的に見て不可能である。この抗原変異の問題ゆえに、感染した感蓄については、治療をする方法が存在せず、適発淘汰による感染拡大の予防が何よりも重要となる。治療方法が存在せず感染場を殺処分すること以外には、対処法もない病気であるため、競馬場や、 トレーニングセンターなどでの集団大量感染が発生すれば競争場の大量殺処分などの事態に至ることもある。これらは競馬開催の長期の開催不能にも直結するため、競馬主催者にとっては経営に重大な悪影響を及ぼす要因ともなり得る。また人気競争場がこれにより殺処分となった場合、競馬ファンに与えるショックは極めて大きなものになり、 様々な影響が発生するのではないかと危惧する者もいる。また集中と依存が大きい馬産地では経済にも極めて深刻なダメージを与えかねないものとして、この病気は久しく発生のない地域でも、競馬や馬産の関係者には常に恐れられている。アメリカ合衆国、カナダ、イギリス、アイルランド、フランス、ドイツなどでは発生の報告があり、 大規模な定期検査により陽性場の発見に努めている国もある。日本国内では、家畜伝染病予防法において伝染性、海面上脳症、豚熱、狂犬病などともに、家畜伝染病に指定されているものである。法令上の措置日本国内で飼育されている馬類の動物は、定期的にこの病気についての検査を受けることが義務付けられている。 感染が確認された場合には、蔓延を防ぐため、法令や規則に基づき競争場や繁殖場としての登録の抹消と、家畜伝染病予防法第17条に基づく殺処分命令が出される。当該館築の所有者、管理者はこれを受け入れ、速やかに処分を実施しなければならない義務を負う。家畜伝染病予防法第17条に基づく殺処分命令の権限は、 都道府県知事が持つ。また、家畜伝染病予防法第21条により、館畜の死体について地体なく、焼却、または、埋却することも所有者には、義務付けられる。所有者の不在、拒否、抵抗などでこれら必要な処分を行うことができず、しかし緊急性を伴う場合には所有者に代わって、家畜貿易員が殺処分を代行する場合もあり、 貿易上の観点からは緊急性が高いものである。ためやもうえず非常の手段が取られることもある。この電品感染場への殺処分命令については、当該館地区がたとえいかなる歴史的名場や優秀繁殖場であったとしても免れ得ない。日本の名場の代表格というべき歴代の日本、ダービー場でも雲畑、松緑がこの疾病に感染し殺処分命令を受け命を落としている。 他にも、大賀商場の八島ドーター、オークス場の八島姫も馬伝染性貧血の犠牲場である。また、1952年冬の京都競馬場の伝品騒動では、クモアカに対して、ご診断から殺処分命令が下ったことから、繁殖場としてのクモアカとその子供たちの場名登録をめぐって、訴訟問題にまで至った。 歴史日本で農工場や軍馬が多く飼われていた時代には年間数万頭単位で馬が利患し処分されていた。昭和20年代には年間に1万頭近く、昭和30年代になってもまだ数百頭単位の馬が症状から感染場として摘発されて殺処分されていたと見られている。しかし、検査により予防と正常化により減少し、1983年の4頭、 1993年の2頭を最後にしばらく出現していなかった。中央競馬の現役競争馬に限れば1978年が最後である。しかし、日本中央競馬会の宮崎育成牧場で2011年3月に在来種の常用場1頭が殺処分されている。2011年5月28日の朝日新聞によれば宮崎県は 同県串間市といみに生息する天然記念物であるみさき馬96頭のうち12頭から馬、伝染性貧血の陽性反応が出たと発表。みさ馬は野生馬とされることから家畜伝染病予防法による殺処分の対象外だが感染爆発を防ぐ目的から県独自の判断で7月22日に殺処分した。 アジアや中南米の発展途上国では十分な検査体制が整っておらず、陽性場の隔離や淘汰が不十分とされている。ブラジル、アルゼンチン、パラグアイなど、南米地域にはまだ多くの感染場がいるとされる。ABCDEFGHIJKLM 場の感染症公益社団法人中央地区3階、2017年8月2日、閲覧。ただ、 1983年に中華人民共和国で弱毒化ワクチンが開発され、一部で実験的に使われている。実際、1970年に日高家畜で電品の大規模流行が発生した時には、感染した所有場に出された殺処分命令に、とある牧場主がカタクナに抵抗したため、やむなく家畜貿易員が殺処分を実施。 迅速な処分の実行のために、北海道知事の要請で、北海道警察の機動隊が牧場へ出動する事態となった。ちなみに、この馬は殺処分後に解剖されたところ、やはり内臓に感染馬特有の病変をきたしていた。それ以外にも、急性脳膜炎で急死したい理由に、電気関連説がある。ありがとうございます。